されているんだとか。そんな時、救いの手を差し伸べてくれたのが、リンガーネットニーティー。一番人間にちょっといいような気がするんだよね。このためにもね、10年、20年、おじ、続けたいと思います。今では、お孫さんも、緑光老人の大ファンなんだとか。おいしい。あと10年、20年、頑張ります。新たな目標に向かって、ケンおじいちゃんは頑張り続けます。美味しさと飲みやすさにこだわった青汁、それが緑光老汁です。15年ぐらい前に妹に勧められて、いいわねって言われたのがきっかけです。抹茶はですね、ちょっと甘くしたような味で、食物繊維とか、乳酸菌とか。